ああ、よ、や、や、それは、うん、ああ、それは。あ、それと、わかった。なんてことだ。だから俺としたことが、だから、なんだ。いや、ついてこれるか？ついてこれるか？いいな、スマケリー！
だから、こら、うん、待ってくれ。ああ、こんにちは。それは、分かった。感謝する。それと、いいぜ。もしもし。ええ、番組の途中ですが、臨時ニュースをお伝えします。 Z 市に大量の蚊の群れが集まっています。蚊が大量発生して、襲われた家畜はミイラ化していたとの情報が入ってきています。万一蚊の群れと遭遇した際には必ず逃げてください。排除する。そのまま動くな。ハッハッ、食事の食ってあげるかい。お前が蚊に信号のようなものを操っている。この不可解な集団移動が進む。主人であるお前を排除する。この目障りな群れもいなくなる。蚊の大群に血を吸わせ、それをお前が独り占めしていた。こんだけじゃ全然足りない。こんだけじゃ全然足りない。
こんだけじゃ全然足りない。今のままじゃ殺されちゃいそうね。来なさい。溜め込んだジュースを私に注いでちょうだい。あの数、この町全体、奴にとって血液は単なる証拠。これは早急に終わらせた方が良さそうだ。待てこら、俺との決着。なんだあいつ、なんかうごめか。そこのお前、避難していろ。あの群れは意志を持っている。こちらに気づけばすぐ襲ってくるぞ。マジでやべえじゃん、早くに。お前を発見時、周囲500メートル内に生体反応がないことは確認済みだ。ここなら遠慮なく吹き飛ばすこと。しまった、一人巻き添えに。いや、助かったよ。すごいなお前。今の何？これが本当の蚊取り線香。なん？あ、いや、線。バカね。その子たちは必要なくなったのよ。だってこんなに強くなったんですもの。仕留める。焼却。そんなタンクじゃ蚊も殺す。もう血液を吸収する。身体機能が進化する。
断した。もう上気はない。こうなったら自爆するしか。うぜ。ちょっと待った。ぜひ名前を教えてほしい。ああ、埼玉だけど。弟子にしていただきたい。